1人当たりの賃金率も、同様である。非常にまあ、これも高い。これは本当ですかというわけですね。で、これも回答としてですね、そこに次にこの表があります。で、この表は、さっきはお手元の方にあると思いますけれども、ここにありますように、まあ、64% というような値になっています。非常にあの、国土面積の 64%、まあ、これ多少数字としては 67% がですね、いろいろちょっと統計のあれによって違ってきますけれども、まあ、大体かなりの率を持っているということで、あります。ですから、まず森林の面積は非常に大きいんですが、しかし、何せやはり日本は、人口が多くてですね、これは1人当たりの、この、森林面積というのが横軸になっているわけです。で、日本はここにあるんですよね。あの1人当たりの森林面積が7とか14とかというところがあります。これだけ大きくなるわけですけども、あの大体、こちらの方に偏ってきているところ、で、ここに世界平均というのがあるんですね。あ、そうですね。プラスもあれなんですね。ですから、これ、コンマ87ぐらいになってますよね。1人当たりの、やる森林面積というのが、コンマ87ヘクタールというのが世界平均ですけども、日本の場合はもっと少なくですね。コンマこれが1になってるかね。というような、数字になっています。ですから、あの非常にですね、あの、1人当たりにすると少ない、これもインドネシアとかね、フィリピンだとか、とにかく人口の多いところが、どうしても少なくなる、まあ、こういう現状があるということです。そして人口1人当たりもですね、あの日本の場合も、前は 3.6 ヘクタールぐらい、あるいは4ヘクタールぐらいあったのが、それはコンマの2ぐらいですね。現状はずっと落ちてきている、というのは言いたい。まあ、森林そのものの面積が少なくなっていることと同時に、人口がどうしても増えてきていると、まあ、これの関係ですから、そういうことで、日本は国土面積の率は非常に高いんですけれども、しかしまだ、取り当たるということになると、そういった財産はですね、非常に少ない、そういう実態を踏まえた上でまたうまく活用していかなければならない、そういうことだと思います。そしてこれもあの元々の方にありますが、これは1990